イエール大学教授岩崎明子です。免疫学が専門です。最近よく抗体と免疫と何が違うのといったお尋ねを受けます。新型コロナウイルスのパンデミックもあり、免疫が専門でない方々に向けて、Twitter 学びや Twitterial に免疫システム入門編を用意しました。生命科学分野の模式図を簡易にかけるツール、 バイオレンダーとの共同作品です。免疫システムはどのように働いているのでしょうか新型コロナウイルスのワクチンはできるのでしょうか免疫システムは人や動物などに侵入するウイルス、微生物、寄生虫などの病原体から宿主を守るシステムです。人の免疫システムは自然免疫と獲得免疫の第1層と第2層の構えをとっています。自然免疫は 病原体感染時に、病原体の種類によらず、数分のうちに応答する短期システムです。獲得免疫は、病原体感染から確立するまでに、数日から数週間かかりますが、病原体に対して長期間応答する大切な仕組みです。獲得免疫はワクチンのもといです。自然免疫と獲得免疫をもう少し詳しく見ていきましょう。 自然免疫は病原体に由来する異質な分子や動きの検出から始まります。これをパターン認識といい、自然免疫を担う細胞にはこれを行うセンサー、パターン認識受容体、t e r n recognition receptors、あるいは PRR が備わっています。病原体のパターンが PRR で認識されるやいないや、それが引き金となって、 サイトカインやインターフェロンを分泌し、病原体侵入のアラームを発します。分泌されたインターフェロンは、周りの細胞の受要体に結合し、感染防御に備える、感染細胞を死に至らしめ、また病原体を攻撃する白血球を感染箇所に呼び寄せることで、ウイルスの増殖と広がりを食い止めます。 しかし、サイトカインの分泌にブレーキがかからず放出され続けると、サイトカインに反応した細胞が損傷し、器官の機能が停止します。これがサイトカインストームと呼ばれるものです。サイトカインストームは、新型コロナウイルス感染症などに致死的な症状をもたらします。新型コロナウイルスのサイトカインストームは、 まずコロナウイルスが肺の細胞に侵入する。そしてマクロファージなどの免疫細胞がパターン認識受容体を介してウイルスを認識しサイトカインを作り出す。新型コロナウイルスはインターフェロンの抗ウイルス性に感受性を示さず、サイトカインがより多くの白血球などの免疫細胞を引きつけて、これにより多くのサイトカインを分泌を促す。 こうして炎症のサイクルが暴走し、肺の細胞部分が損傷されていきます。そして、繊維素性炎症と血管壁の損傷により、血液が肺方に流れ込み、呼吸不全に至ると想像できます。ウイルスが自然免疫の抗ウイルス効果の阻止に成功すると、免疫システムの第2層である獲得免疫が応答します。 獲得免疫の仕組みの主役は T 細胞と B 細胞ですが、人組織に侵入する病原体を監視している樹状細胞にまず教育される必要があります。上皮細胞の層に感染し増殖したウイルスが樹状細胞により認識されます。ウイルス認識により活性化した樹状細胞はサイトカインを分泌し、病原体の断片、抗原を帯びて、 ナイブな T 細胞と B 細胞が存在しているリンパ節に移動します。リンパ節内で樹状細胞が提示する抗原に結合する受要体を持っている T 細胞と B 細胞は活性化され、エフェクター細胞へと教育され増殖します。エフェクター細胞は感染箇所に戻り、B 細胞が分泌する抗体がウイルスを無力化し、 また、感染細胞を殺すことで、ウイルスの電波を阻止します。キラー T 細胞は感染箇所に到達すると、ウイルスの断片である抗原を細胞表面に提示している感染細胞を認識し、ウイルス増殖工場を殺し、宿主から排除します。B 細胞は、ウイルスの宿主細胞への結合と侵入を阻害する抗体、 つまり中和抗体を分泌する力があります。中和しない抗体も抗ウイルス性を発揮します。ウイルス感染細胞に結合し、その抗体に他の白血球細胞、ナチュラルキラー細胞が結合することで、感染細胞を死に陥れます。獲得免疫において、樹状細胞に教育された T 細胞と B 細胞が、 過去に感染したウイルスの記憶をしている細胞、メモリー細胞まで成長して免疫を長期間維持することが免疫のすごいところです。過去に感染したウイルスの2回目の感染に対してメモリー B 細胞がより早くかつより高性能な抗体を大量に分泌します。これをブースター効果といいます。またメモリー T 細胞も特に ウイルス潜入箇所において、速やかな抗ウイルス性を発揮します。B 細胞の中には、形質細胞と呼ばれる特定の抗体を数年にわたり分泌する細胞が現れます。子供時代にワクチンを接種された方々は、ワクチンの抗原に対する抗体を数十年維持している可能性があります。抗体は病原体が侵入すると同時に、 結合し、感染をブロックします。また、血清検嘩で検出される様々な抗体は、あなたのワクチン接種と病原体、感染の履歴を示します。新型コロナウイルスワクチン開発では、抗体が維持される期間にも注目が集まっています。抗体が維持される期間は、病原体の種類によって変わります。 ハシカウイルスでは一生です。いわゆる風邪を引き起こすコロナウイルスでは1、2年です。しかし仮に抗体が消えたとしても、再感染ウイルスであれば、メモリー B 細胞とメモリー T 細胞が手際よく抗体とキラー細胞を目覚めさせ、抗ウイルス性を発揮してくれることを期待できます。集団免疫は集団の中で一定の割合の人々が、 免疫を獲得すれば、その集団全体がウイルス感染から保護されるという観念です。集団免疫はソーシャルディスタンシングでは実現できません。集団免疫を実現する最も安全で確実な手段がワクチン接種です。ワクチンは長期間にわたり安定した免疫応答を起動するように設計され、 自然免疫がもたらすよりも優れた獲得免疫をもたらすことができます。ワクチン接種が集団免疫を安全に実現する唯一の手段です。今、2020年7月の時点で150種類を超えるワクチンの開発が進んでいます。この中から新型コロナウイルスの弱点をつく抗体と T 細胞を誘導するワクチンが実現することに 希望を持っています。